羽田の国際線ターミナルに来ました。4連休の2日目の日曜日夜です。シドニー10時30分のシドニーは終わりそうですね。キャンセルになってないです。あとは6時15分出発以降今日のフライトはシドニー行き10時半以外すべて欠航ですね。前までは国際線ターミナルとか確か綺麗な気がしますが、今第3ターミナルという名前になってますけど、寂しい限りです。お土産屋さんとかお店はどうなってるんでしょうか。こちらのお店は休業ですね。吉野家営業中ということです。モスカフェは11時から19時まで、ワカフェテリア羽田食堂、こちらも10時から19時まで。このエリアのお店は休み、なんか時間でも閉めたのか、閉店してるみたいですね。
らの一角の3店舗がやってるは昔も今も日本橋、羽田日本橋、5時まで営業。食品館も臨時休業。の方は15時20分と15時35分着のワシントン・ダラスからとシカゴ・オヘアからのは到着済み、あとニューヨーク手荷物引き渡し中。前方デッキに行ってみます。ですが、いらっしゃいますね。休業中。
ケモンスタンド、ポケモンの自動販売機、ガンダムとかのプラモデルとか売ってるみたいですね。ドラえもん、ウルトラマン、マジンガー Z、 懐かしい。大部分のお店が、まあ、当然ですけど、お休みです。皆さんがやってるみたいですね。こちらのお店は休んでます。こちらですね、お次のお子さんがやってるみたいです。ターミナルの